鉄線運営プロデューサーのしめさばです。明日、6月17日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからはワールドボストライアルが始まります。ダイアリーシリーズのストーリーなんですけども、今回は舞台となっている大学とか、あとサークル東京ロマンスの秘密にちょっとだけ、足を踏み入れるような内容になってます。以前からバリの契約者の鈴木凛子ちゃんは、登場してるんですけども、ついに、チャイルドのバリが登場します。私にお任せください。ご好意に感謝申し上げます。しかし凛子様には私が必要なのです。このバリなんですけども、もともといるバリとは別の存在になります。で、別の存在なのでもともとのバリと性格も少し違っていて、表向き似たような話し方はするんですけども、傲慢なところがあるというか、詳しくはストーリーで語られますので、そちらをお楽しみにしていただければと思います。バリといえば、お尻を強調したチャイルドの代表格みたいな印象がありますけども、別の存在として生まれてきたこのバリも、お尻の強調は受け継いできているみたいですね。しかも今回はね、胸も同時に強調しちゃって、なんか欲張りな感じになってますけど。では、まずボスのスキルを見ていきましょう。はい、持続ダメージ系デバフの呪いをノーマルスキルで使っていきますね。呪いは、持続ダメージデバフですけども、効果時間が終わるか、解除されるときに追加ダメージが入るようなデバフになってますね。スライドスキルでは呪いにかかってるチャイルドを優先して、呪い増幅を付与していきます。呪い増幅は、呪いのダメージと効果時間を増加するようなデバフですね。さらに確率で気絶も付与してきます。ドライブでは前列全体にダメージと、ここでも、呪い増幅があります。しかも、呪い中だと固定ダメージも入っちゃうような感じになってるので、一度呪いにかかっちゃうと、どんどん悪循環していくような攻撃をしてくるボスっていう感じですかね。基本的にはこの呪いに対して、対策をしていく感じになると思うんですけども、その呪い対策としては、今回新登場するマルドゥックが、呪いの無効化を持ってます。それから、全体回復要因としてアルフとかマートとかを編成するのもいいかもしれませんね。他におすすめとしては、闇属性補助型のワウルフも、呪い解除スキルを持ってます。呪いは解除すると追加ダメージが発生するんですけども、ワウルフの呪い解除であれば、それも発生しません。クリティカルの発生率アップとか覚醒も付与できるので、ダメージアップにも貢献できるチャイルドですね。それから今回は光属性のボスなので、闇属性だけで固めすぎちゃうと、受けるダメージも増えてしまうので、例えば防御型でバリアを使うマルフスとか、ネフティスとかがいたりするともっと安心できるかもしれませんね。はい、ボスに関してはこんなところですかね。そして、今回ブーストとして新登場するのは、マルドゥックです。私が勝ったら帰ってくれる？どんな問題でも話し合えば解決できるわ。悪魔だからって血を見るのが好きだと思ったら大間違いよ。この子は悪魔なんですけども、実はあんまり戦いが得意ではなくて、人間界でずっと身を隠していました。人間相手には威張ったりして賄賂とか金を巻き上げる感じの、胸はでかいけど器は小さいような感じの悪魔ですね。後ろのくねくねしてるのがちょっと何かわかんないですけど、いい意味でね、キモい動きをしてますね。スキルはこちらです。闇属性の補助型ですね。スライドでは、攻撃力が高い味方5体に、弱点スキルの最終ダメージアップとか、あとワールドボス限定でスキルゲージのフルチャージとか、わかりやすくダメージアップができそうな補助型になってます。それからボスの紹介でも言いましたが、今回はボスのバリが呪いを使ってくるので、ノーマルスキルにある呪い無効で呪いの対策もできます。
マルドゥクと同じワールドオス向けの闇属性補助型で言うと、直近だとナタがいますけど、ナタはスキルゲージチャージ速度アップとか、あとモノハの剣を持ってるので、もし持っていれば一緒に編成してあげるとより効果的かもしれません。報酬として獲得できる方のバリのスキルも見ていきましょう。光属性の補助型です。デバフ無効や回避率アップで相手からのダメージを避けるような効果を持ってます。スライド、ドライブ、それからリーダーバフにもある回避率アップで、とにかく攻撃が当たらないようにする感じなので、光属性が多いチームに編成してあげると、防御アップとかとは別軸で生存率を上げてくれそうですね。最近の補助型の傾向とは違って、スキルの回転率を上げるような効果は持ってないので、イメージとしては防御型とかに近いような運用になるかもしれませんね。最後に、ソウルカルタの紹介です。ダイアリーシリーズで一番最初に出てきた二人ですね。今までは、属性縛りに加えて攻撃型専用とか、タイプ縛りが多かったと思うんですけど、今回は、タイプ縛りはなくて、ワールドボス限定の効果になってます。効果は、弱点スキルの最終ダメージ増加なので、攻撃型につけるのもいいですし、補助型とか妨害型に装備させてダメージの底上げを狙うっていう使い方もありかもしれないですね。召喚とショップで獲得できます。はい、それでは今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。しめさば雑談コーナーです。デスチャー情報局、長時間見ていただいてありがとうございました。私もね、リアルタイムで見ながら、チャット欄だけじゃなくて、ツイッターとか掲示板とかも追っかけさせていただいてたんですけど、まあ、ポジティブなご意見もあれば、かなり厳しいご意見もいただいて、まあ、反省点として次回に活かしていこうと思っています。あとですね、話変わるんですけど、新しくしたブログのトップページあると思うんですけど、最新のアップデート情報とか先行情報をやっぱりまあ一番見てほしいとか、いろいろ考えてああいったトップページにしたんですけども、ツイッターとかの意見で、すべてのお知らせをトップに持ってきてほしいっていうのがやっぱり多くて、で、ページ別のアクセス数とか見てみても、まあそうした方が良さそうなのは間違いなさそうなので、明日のメンテナンスでトップページの表示を変更する予定です。一番上には、最新のアップデート情報のバナーを大きく出したいと思ってるんですけども、それ以外は、更新順にすべての記事一覧が下に並ぶような感じになる予定です。まあ、他の仕事の合間にその CSS をしこしこ組んだりしてたんですけども、と壁紙とかのダウンロードコンテンツとかもちょっと見やすくしたいと思ってるんですけども、一旦今までの形式で更新はしていく予定です。と隙間を見て、ね、そういったところも改善していきたいと思っているので、まあ、引き続きよろしくお願いします。はい、では、明日のアップデートをお楽しみに。